どういうことですか。監督、明日の決勝戦、アーシを使わないって、なんでですか。このチームのエースはアーシです。アーシが投げなきゃ、勝てっこないですよ。ダメだ。お前は昨日も一昨日もその前も200球以上投げている。これ以上投げたらお前の肩は壊れてしまうんだ。壊れたっていいよ。もう一生野球ができなくなってもいい。プロになれなくてもいい。でも絶対にこの夏は優勝したいんだ。一緒に練習してきた今の仲間たちと優勝したいんだ。ダメだ。お前には日本最高のピッチャーになれる才能がある。お前の未来の方が大切だ。何にも分かってねえよ。あんた、監督ならアーシの将来なんかより、チームのみんなのことを優先しろよ。はっきり言って、プロになれる可能性のあるやつは、このチームでアーシだけだ。ほとんどのやつはこの夏で野球をやめるんだ。野球が好きで、好きで仕方のない連中ばかりだよ。こいつらの野球人生の最後、優勝で飾って一生の宝物にしてやりてえだろ。それができるのはアーシだけなんだよ。お前の気持ちはよくわかる。私もあいつらを優勝させてやりたいよ。でもダメだ。明日はズンダモンを先発させる。ズンダモンなんかボールを前に投げることすらできねえじゃねえか。負けに行くって言ってるのと同じだ。このクソ監督、全然わかってねえよ。やっと掴んだ最後のチャンスなのに、畜生、シクシク、畜生。つむぎ、そんなに投げたいのか。あ、投げたいね。だったら200万円用意しろ。お前の母親は当選6回のベテラン国会議員だったな。金を持っているだろう。200万今夜中に現金で用意しろ。そうしたら好きなだけ投げさせてやる。監督、これでいいっすか。準備がいいな。親の方針でね。こういう時のために常に現金を持たされてるんですよ。よし、明日はお前が先発だ。いいっす。